台湾の国家図書館に保存されている日東愚法巡礼行記の1ページ。日東愚法巡礼行記とは、九世紀の日本人像で、最後の検討士における日東受け機像である、縁人の旅行記である。その記述内容は、縁人がちょうど遭遇してしまった、武装による解消の廃物の状況を記録した、同時代資料として注目される。また、生死には見られない、九世紀の中国の社会、 風習についての記述も多く、番頭の歴史研究をする上での貴重な資料として高く評価される。縁人は最長に指示した天台像で、後に三門派の祖となる。838年、墓達を出港した場面から始まり、洋州へ向かい、847年に帰国するまでを記述する。日記式の文体で書かれる。日創した創造人が、 国葬皇帝に侵入している。その後所在が忘れられていたが、明治に入って写本が当時で再発見された。1955年には、中日アメリカ合衆国大使でもあった、エドウィン・オーライシャワーが英訳して紹介し、各国語に翻訳されて、広く知られるところとなる。全4巻、分量は7万字。原本は失われた。1291年に、 京都祇園の長楽寺の金種という僧が72歳の時に書写した当時勘地委員急増本が最古の写本である。70歳を超えた老僧が老眼鏡もない時代に苦労して書写した写本であり、解読に困難な文字が少なくない。ありがとうございます。